爆弾を解除。うわぁ。だ、最初からやん。最初からじゃない。空いてる。場所は一緒なんか。オッケーオッケー。じゃあ、やっていくわ。あ、じゃあ爆弾、え、ん？あ、違うわ。もう速攻いけるわ。あそこの爆弾のとこ。行こう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 。はっくりした。まさ、最初からか、思った。意見資本でもう腹立つ。腹立つのりー。到着。よかったよ、このゲームにセーブ機能というものがあって。25秒で解除しろってことやろ。ちょっと行くわ、頑張るわ。よし、レッツゴー、突撃。お母ちゃんが家で待ってるわ。やばいやばいやばい。何、何色、早くして。オレンジ、来た。次はどっち。青、危ない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 。白、来ると思ったね。次ピンクやろ。あと10秒しかないで。はい、オッケー。え？爆弾を運ぶ前にエリアを保護しましょう。どういうこっちゃ？あ、これ？ここに、オテと。はい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 。クリックだけやわ。ワンクリックだけの簡単なお仕事です。完璧。で、違う、え、ん、まだ、いや待って、めっちゃある向こうに。すごい細かいな。コーンを置いていく。あ、もうバンバン置いていこう。すごい厳重やな。やっぱりゲームやからといってちゃんと細かいところもできてんな。で、箱に入れると研究所に送る。指紋がついている場合もあります。そうやね、確かに。これを運ぶと。なにこれ？え？なに？なに？この青いメーター何？怖いんやけど。なんか、あんまり雑に扱ったら爆発しそう。まあまあ、そんな手荒なことしなければ。入った入った、収納。よし、1個済みました。探索を続けましょう。え、ちょ待って、何個もある？感じ？探索を続けましょう。特定の場所をターゲットにメッセージを送ろうとしているようです。はいはい。メッセージ。次はどこでしょう？知らんがな。知らんがな。私が聞きたいわ。どこや？え？どこ？え？いやいやいや、何の手がかりもないんですけど。どこよ、次。メモを探し続けて。で、左上に書いてる。とりあえず、じゃあ、徘徊すればいいってこと？え、でももう、開いてるで、この辺。開いてないとこ開いていくか。ここも開いてない。ここも、入ってない。メモさん、どこですか？たら返事してくださーい。あ、ここも開けとくか。あ、見つけた。普通にあるやん。びっくりするで。OK。簡単に開けていくわ。はい、解除。何が出るんでしょうね。世界を止めなければならない。市長を殺すことで私の主張を理解させ、歯車を取り除くことができれば全てが崩壊するはず。どういうこと？え、話がすごくスケールやばない？市長を殺して。次どうすんの？入ってないで。市長室に行けって。あ、もう開けれないわ。ターゲットは政治家。これはテロです。うん、知ってた。知ってた。愉快犯じゃないことは分かってた。多分ね、私がね、最初に、え、これ何？って言ってね、行ったところはそうなのよ。ちゃんとフラグ回収するんで。視聴室に行きます。ここでしょうよ。あそこやろ、絶対。ね。国旗あるし。旗立ってる。絶対ここやわ。登っていく。こう、危ないのよ。落ちる！
落ちる落ちる落ちる、いた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 、絶対ここっしょ。うわ、これ私落ちそう。ちょ待って待て待て待て、ちょ待って、スタックした、ちょ待って、え、スタックしたんやけど、ちょ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 、おい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 、スタックすんだし、マジか、もうつらいつらい、え、ほんま？リアリー？パデン？いや、だるすぎ。きた。ほんまない。ほんま、マジでない。スタックするとか何？マジ、この一刻を争うときに、ここ！ここ気をつけて、ここ。柔軟性が足りないよ。落ちる！よし、行こう。よっ！きた。え、ここじゃないの？え？ここちゃうんかい？え？視聴室ってここじゃないの？頑張ってきたのに。え？どこ？ここから入るん？これ。旗立ってるから絶対ここや思ってた。あ、ここか！ここやわ。難しいこと何もしなくてよかった、私。ほんま。アホやな。入った。オープン！お邪魔します。お邪魔します。入ったで。データをロックされています。上層階へ行くには別の方法を見つけなくては。いや、それであそこかい。それであそこかい。はい、これ。おしゃれやね。ここはいけないと。おい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 、マジで。効率の悪さよ。ここ開けたものの、やっぱりこっちなわけやん。またここや。メインルームね。よっと、来た、入れた、入れてないわ。来た、入れた。ここのどこかに爆弾があるはず。この男、狂っています。男なんでどこにいる？ 25 秒急いだ！あ、これか！ちょ、待って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 。行くで、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 行くで。あー、緊張する。レッツゴー！何色？ピンク来い！オレンジ！これや！危ない！ピンク来い！来た！やばない？白来い！来た！え、何これ？私の言った通りになってる。全知全能。来た！エリア保護しましょう。はいはい、おちゃ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 。めっちゃ保護するやん。これまた登らないかん感じよ、私。あそこ。降りるときに爆発するんじゃない？この調子やったら。大丈夫かな？はい、エリアを確保ね。ここも通せんぼして、誰も入ってこんと思うけどね。はい、保護。完璧。注意しないとまだ爆発する可能性もあります。慎重に運びましょう。え、それさ、飛び降りたら爆発するよね、多分。あの、2階から。衝撃で。ではでは、運んでいきますよ。爆弾ちゃん。当たって爆発した。そんなことある？マジで？え、だるい。ちょー、帰るわ。机にコンで爆発したわ。あ、またあそこか。あそこ登るんがめんどくさいよ。またお選手行きますよ。っ、いけたいけた。え、え、ん、いや、放り投げられてるんやけど。こう爆弾を持っていこうとこうした時に机にコーンドカーン、ジエンドでしたわ。
今度はゆっくり持っていきますね。ジャンプしたらこの衝撃やろ。これ降りたらどうなると思う？ここいける？ワンチャン、ちょ、ワンチャンやってみていい？ワンチャン、植木の上に降りれ。そしたらクッションになってちょっとはいける。ほら、いけた。時短、これが時短。では入れていきましょう。爆発すると思ったけどな。いけたわ。おいおい君、間一髪でしたね。見てたんか。間一髪ってか、もう一回爆発したで。事務所に戻って爆弾魔に関する情報を入手しました。到着したら手短に説明します。事務所に戻る。あ、もう戻っていいんか。戻ろう。それはお茶でも飲もう、オフィスで。戻ったで。ほら見て、研究所からの結果報告です。どんな結果が出たんだ。両方の爆弾から指紋が見つかったようです。ほほほ、やるやん。指紋はすべてヴィンセント・ドーのものだ。工場労働者、そして労働組合員。現データベースにはヴィンセントと組合役員を含む報告がありました。工場区域をチェックしなくては。次は工場をチェックね。彼がまだあそこにアクセスできることを考えると、そこにも爆弾を仕掛けた可能性があります。何があったん、ヴィンセント。またそこには廃墟となった別荘もある。彼がそこに隠れている可能性もあります。そこもチェックしましょう。パニックを避けるため、そこには夜に行くように周囲をよく観察し、何かが見つかるかどうかを確認しましょう。ほら、工場区域の一部は高度なロックがかかっているかもしれません。このことを言ってんの。君のためにトレーニングステーション用意しました。あれ、どこだ、向こうか。高度なピッキングができるっぽいのかな。これか、これやわ。レベル2のピッキングでは高度なロックを解除することができます。ロックをするものの上にロックピックを置き、押し下げて所定の位置にロックしましょう。メカニズムロックのタイミングを何度も逃し続けるとロック全体がリセットされます。はい、やりましょう。え、どういうこと。あ、え、どういう、ん、え、トリガーを押す、トリガーをロックする。あ、こういうことか。はいはいはい。あ、そういう下に行かないときもある。フェイント的な。来た来た来た。慣れてしまえばいけるけど、焦ったらいかなくなるね。その調子。我々はこの会社に着目してきました。本の中では奇妙なことが起きている。工場区域の一部へのアクセスキーを取得しました。渡します。ご苦労様。じゃあそれで私が行くやな。レベルアップはできない。死んだらレベルもリセット。ちょっと、辛すぎん。あ、これか。カードキーと、懐中電灯。うわぁ、懐中電灯がホラゲやん。セキュリティシステムへの侵入。暗号解読トレーニングステーション。あ、これ？これか。コードを解読するとデータにアクセスできるようになります。文字を適切な場所に入力し、パスワードを見つけましょう。どうやってやるんですか？え？待って！待って！私、キーマウス操作に苦手なんですよ。いや。用意ドンとか言ってや。トゲみたいな。順番に来て！ F、S、D、A、F、D。ちょ、待って。ちょっと私これ無理かもしれん。苦手かも。両手でやるわ。え、両手でやるで。マジで。F、D、A、S、D、A、S、D、来た。これ難しい。両手でやらないか。その区域を調べ、見つけたら対処するように。オッケー。次が、工場。うわぁ、難しそうやな、工場。工場行く前に一旦この辺で終わっときましょう。で、次回、懐中電灯持って、工場探索して、ヴィンセント逮捕しましょうね。
マダオ、爆弾処理班、何回死んだかな ?2 回ぐらい、2、3回殉職した。難しいお仕事です。次回の動画でも処理していきます。また見てください。バイバーイ。